大東合戦とは、欧米7年に、品野守護、小笠原長秀が、村上市、井上氏、高梨市、西名氏ら有力黒人領主及びそれらと結んだ、中小黒人領主の連合軍と、全港寺平南部で争った合戦。守護側が大敗し、以後も品野国は、中小の有力黒人領主たちが活拠する時代が、続くことになる。 信濃は鎌倉時代のほぼ全期間を通じて、北条氏が守護職を独占しており、鎌倉時代が終焉を告げた後も、中仙台の乱に、信濃の御家人が主戦力となるなど、北条氏の勢力が強い地域であった。そんな中にあって、もともとは、カイノ国の会、源氏の一族である鏡氏から分かれ、信濃各所に勢力を保持していた小笠原氏は、 早くから足利高氏による倒幕に加勢し、県武2年に小笠原貞宗が品濃守護に任命される。しかし中仙台の乱により船山守護省を襲われた青沼合戦では、警備を預かる市川氏らが奮戦するも、敗走、国がを焼かれ、県武政権が任命した国への国士が自害に追い込まれるなどがあって、品濃国内は混乱した。高による立で、 南北朝時代が到来し、また、高氏と弟の忠義の兄弟対立による感動の情乱が起こると、信濃の国人領主たちも北朝方と、南朝方、高氏党と忠義党に二分して、各所で抗争を引き起こし、守護職がばしに交代した時代には守護代の二宮死体の命に抵抗したり、その牢場する横山城を攻め落としてしまった。 また制圧されはしたものの時の守護を検体した関東官令、上杉智房の攻撃に対して、これを迎え撃って、合戦に及ぶ事件なども続いた。南北朝合一の後、長らく北朝方として戦い、足利将軍家から品濃守護家として偶された小笠原氏が念願の品濃守護に、再び部任されるのは、大永六年のことであった。小笠原長姫では、将軍、 足利義満から、信濃国守護に任命された。就任直後の10月には反発した、長沼の島津国田だが、守護法の赤沢州国、櫛岡清ただらと、石和田付近で抗争した。大永7年7月3日、京都を出発した長秀は、同族の大井光則の下を経由し、北信濃の有力者である、村上光信神には特に使者を送って、協力を求め、 東北新の国人領主に対しても守護としての政務開始を通告。その中心地である善光寺に一族労働200余りを従えるきらびやかな行列を組んで入る。そして、信濃の国人領主たちを招集して対面する。この時の対面は相当に高圧的なものだったと伝えられている。守護就任に反感を強めていた西川沿岸の栗田氏や小田切氏。 落合氏、高坂氏、春日氏、三村氏、西牧氏ら国人は、大文字一揆を形成し、久保寺氏のもとに集まり団合をしたが水位を見守る、こととした。なお、応答物語によれば大文字一揆には、大東古城の攻撃の際、大手門攻撃総大将であった熱炎校の配下に、三田氏が加わっており、後の真田氏の一族とする説がある。長秀は、 ちょうど収穫の時期となっていた近隣の川中島で幕府から治療された守護の所領であるとして年貢の徴収を開始する。しかし当時は村上市が横領していた地であり、守護の一存で所領が左右されることは多かれ少なかれ、横領地を有する他の国人領主にとっては認めがたく、多くの国人領主たちを半小笠原に決定づけることとなった。 死後小笠原氏に反旗を翻したのは、村上氏の他に、中心の西奈氏、東信の雲野氏や根津氏をはじめとする茂野氏一族、北信の高梨氏や井上氏、品野島津氏など、大半の国人衆で、小笠原氏に加勢したのは、一族以外では、市川氏と、もともと地盤としていた南新地方を中心とした一部の武士たちだけだったとされる。また、小笠原一族内でも、 長秀の高圧的な態度に反発して三、人死なかった者が続出したとされる。上田市立博物館肖像の応答物語によれば、長秀の下に集まった小笠原勢は800期余りで、善光寺から横田城へ兵を進めた。これに対する国人衆は、篠ノ井の丘に500余期、篠ノ井塩崎上島に700余期、篠ノ井山農堂に300余期、 篠の井いに柳に五百余木、片殿が先石川に八百余木が婦人したとの記載がある。この木というのは何人もの家来を連れた武士のことで、実数は四千弱の小笠原勢に対して、国人衆は一万以上の兵力だったと推定されている。また、この時、諏訪神社乗車の諏訪氏は、国人側を支援し、下社の金指氏は守護側寄りであったと伝えられ、 諏訪神社の分裂が顕在化したとされる。この状況に横田城では防ぎきれないと判断した長秀は、一族の赤沢市の居城である塩崎城への密かな脱出を目指すが途中で発見され、塩崎城にたどり着けたのは長秀かわ川塚150基のみで300基余りが途中の王道の古城にかろうじて逃げ込んだ。しかし、 食料をはじめ何も準備していない古城では老城する。術もなく、取り残されることとなった小笠原勢は、全員が自害か討ち死にして果てる。さらに長秀が逃げ込んだ塩崎城も攻撃を受け、同族で守護代の大い光則が仲介の手を差し伸べたことで辛くも、窮地を脱し、長秀は京都に逃げ帰った。翌年の大永八年に長秀は、 幕府からシナノ守護職を罷免され、シナノは幕府直轄領となった。その間、幕府の代官として細川氏が派遣された。シナノが再び小笠原氏の領国になるのは長秀の弟正康が守護に任命された王栄32年である。なお、守護法の侍大将の中に伊ぶか氏の名が見られる。 大東の古城の場所については、現在の篠野井にある大東地区にあった館跡が定説とされていた。大東地区の東方約500メートルにあたる、御ン川地区にある、ホーマサジは、この合戦の多くの戦死者を葬ったところとの伝承がある。しかし、当時の大東地区を含む、現在の長野市篠野井から、千間市北部にかけては、千間川に、西川からの御ン川や、 聖川が合流する停止土地の地消地帯であったとされ、古くは平安時代からたびたび大洪水の記録が残されている地である。停説となっていた館跡は樹栄元年の横田川らの戦いで使われた鳥で跡とする説もあり、その説だと200年余りも経ている。さらに、王党の古城に立てこもった守護勢が壊滅したのは10月21日とされ、 合戦が行われた9月25日から1ヶ月近く経過しているため、備行地とはいえ停止地の中の荒れ果てた館跡で1ヶ月も持ちこたえるのは不自然だとする理論が存在する。現在では大東地区の西方約2キロにある二流城を応答の古城に否定する説があり、さらに西に400メートルほどの距離にある夏目城も近いことから両方との説もある。 共に大東地区を見下ろす山際の傾斜地にあり、後の発掘調査により当時は廃城となっていたことが確認されている。ただ、この説に対しても、この日流方面には、合戦前に500余機の須坂、中野地方の国人衆が、片田が、先石川方面にも、西の税等800余機が布陣していたと伝えられる、ことから、逃げ込む先として考えるには、 不適当だとする向きもある。守護方として参陣した、市川六郎よりし下の記録には、二流城においての選考に対して、小笠原氏に恩賞を求めた記述が残されているが、この選考が、王党の古城で挙げたものかは不明であることから、今も場所の特定には至っていない。影響を年鎌倉久保、足利持氏が、白川祐樹氏を打とうとすると、将軍、足利義則は、 シナノ、越後、駿河の援軍を結城市に派遣した。この時幕府は守護、小笠原正康が率いるシナノの軍勢を畠山市に従わせたが、大文字一期については山名時広に付随させている。千曲川は江戸時代を通じて64回の洪水があり、そのうちの11回は西川との同時洪水であったと伝えられる。 忍那4年や後下4年の善光寺大地震に伴う、西川の大洪水が記録に残されている。これらは、後の発掘調査で4メートルもの洪水砂層が確認されて実証された。ありがとうございます。